れ鏡なくした、いつも使ってる鏡なくしちゃったよ、忘れてきたかも。待ってよ、リップ取って、リップ濡らして、リップ濡らして。こんばんは。あ、テロップやっとこね。昨日の MC マジで面白かった。チームイエローとの MC14 人13人でやった MC、本当に昨日面白くて、MC、 あ、鏡なくしてなかった。あと昨日前髪ちょっと変えたんですけど、わかるかな違い、ちょっと待ってよ。とりあえずリップ濡らして、まあいいや。昨日ひじりが MC でもうお腹痛いくらい笑ったんですけど、その理由はじゃあ DMM で見てください。でそう、昨日前髪の話なんだけど、前髪ね、あんねあんね、いつものひじりの前髪をまず見せます。まあ、比較として分かりやすいために、ブルーチームの衣装のちょ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 ギャルピースしてんだけど、いつもの川平の前髪はこれ、いつもはこれなの。なんどこが映ってんだろうこれ。あ、これか、化粧水が映ってる。いつものひじりの前髪ね、これね。いつものひじりの前髪がこれで、前髪を覚えてね。いつものひじりの前髪がこれで、昨日のひじりの前髪はこれ。わかるかな違い、違いわかる？前髪の違い。皮を置いといて、まあ、これちょっと薄くしすぎたんかな。でもひじりさん、分け目ずっとなくしたかったので、メイクさんに言ったらなんかやってくれて、分け目なくして、いつもこうずっと分け目がここにあったから、でもこれもう飽きたんですよねって言ったの。大人っぽくなりたいっていう話して、そしたらやってくれたから、多分今度からこっちの前髪を飽きるまではやるかもしれない。これなんかドライヤーの仕方が重要らしくて、だから今日もお風呂も入ったんですけど、ドライヤーの時めっちゃに慎重に乾かして、昨日習った通りにやったら意外と上手にできた。ほら、なんか分け目がない感じで。太陽の魚さん、バラとか尊いとかありがとうございます。こんばんは。カズさん、バラありがとうございます。顎が痛い。なんか今日公演ないの？あ、よかった。公演の今の時間とかぶってる時にショールームしちゃったかと思ったらないんだ。よかったっていうか、かぶってたと思ってたから。昨日の声のヘジル面白かったって、ありがとうございます。いや面白かったかな、全然なんかね、先輩は面白かったけど、あれもしかして今壊れたばっかりのこの櫛が壊れた音がしたんだけど、あ、買ったばっかりの櫛が、あ、壊れてなかった。そう、まあ笑ったのは確か、めっちゃお腹痛かったもん、笑いすぎて。本当に面白かった。 DMM で見てほしいです。楽屋での話が、もうなんか話説明として皆さんに伝わってるか分かんないけど、本当に楽屋でのその瞬間面白すぎて、まあ、言うと昨日初めてブルーチーム前半でやったんですよ、七色公演で。イエローチームが後半で、みんなすごいね、もうだらけて、楽屋がだらけてっていうか、もう本当に暑くて終わった後だから、なんかそのちょっとね涼しい感じで楽屋に去ってたんですよ、先輩方で。イジラずっと自撮りしてたんですけど、そしたらね、イエローチームの人、イエローチームの皆さんがありがとうございましたって言って、
そう言ってたから、え、もしかして出る番じゃねって思って、そう、その時のみんながめっちゃ面白かった。本当に面白くて、もう本当にこんな感じで走る走る、なんか秋吉さんがありがとうございましたって言って、その声が聞こえたんですよ。そしたら誰かが、え、今じゃないみたいなこと言って、したらみんなもう来ないなって、それが本当に、その光景がマジで面白かった。そう、その光景をもう隠しカメラつけてて伝えたかったくらいマジで面白かった。なんかもう反射神経がすごかった、こういう感じ、めちゃめちゃ面白かった。よいしょ。やっぱスピンはあれだな、アイライン引かないと肘が完成しないですね。あ、ハイテンション楽しかったね。昨日ハイテンションさ、リハでやったんですけど、もうリハの時から森重さんのテンションが高くてめっちゃ楽しかった。あ、そうそう、今日ビビアンさんの誕生日なんですよ。おめでとうございます。 LINE したよちゃんと。去年はひじり1番だったんですよ、ビビアンさんに LINE したの。去年はもう1番目だったんですけど、今年はね、ちょっと気づいたら0時過ぎてて、でひじりが好きなキャラで、好きなキャラで、あのビビアンさんと同じ誕生日のキャラがいるんですけど、その子のログインボーナス見て思い出して、今日ビビアンさんの誕生日だって。で0時12分に LINE しました。意外と早くない？0時12分にビビアンさんに LINE した、おめでとうございますってね。でも去年はね0時くらいに送ったのに。あーやってきちゃった今ツイッター見てたから。海賊さんハートありがとうございます。ただの魚さん、服もありがとうございます。あ、今日お気に入りみたいな服着てる。お気に入りみたいなっていうか、うん、喉乾いたわ。あとお水、あ、コップです、今のこれコップ。喉乾いた。うん。うん。なんか水飲むのに疲れる。水飲んでもさ、喉が乾燥しすぎてか分からんけど。水飲んでも喉が潤ってくれない。もっと潤ってほしいのに。やっぱだから喉飴しか勝たんのよ。戦うマヌカハニーしか勝たんのよ。なんかさ、漫画こうさ、なんか本買うじゃん、漫画系の漫画買って、漫画ってさ、見せれないけど、こういう紙ってついてくるじゃん。こういう紙が挟まってるじゃん、漫画買ったら。でこういうさ、紙に好きな漫画、なんかなんて言うんだろうな、例えばヒジラコナン買うとします、コナンの漫画買うとします。でコナンの漫画の間にこう違う漫画の広告がこう挟まってたとして、その広告が好きな漫画の広告だったの。これ実はね、好きな漫画の広告なんですけど、そしたらなんか捨てれないんだよね、めちゃめちゃ。そう、ただの広告なんだけど、なんかね、捨てれなくて、どんどん溜まっていってしまう。かわいい。そう、それだけなんですけど、最近本とか買いすぎちゃった。買いすぎではないけど、いっぱい買っちゃって、なんかファンブックとか、ファンブックって言ってもアニメとかのファンブックなんですけど、ファンブックとかなんか公式なんか資料集みたいなやつとか、コナンも結構本出すんですけど、その資料集みたいなの、そういうのも買っちゃうし、どんどん溜まっちゃう。
昨日楽しかった公演本当に。いやマジでブルーの公演の時ひじりいつもお腹筋肉痛になるくらい笑ってるもん。本当に面白い。今日寒いな。今日っていうか最近寒いな。え、なんだっけ。でもう夜ご飯食べた。夜ご飯うどん食べた。めっちゃお腹いっぱい。うどん食べました。美味しかった。ねえひじり最近本当にもうお洋服を変えたくて、なんか系統とかもやっとお洋服の系統変わってきたし、なんか自分に何が似合うのかちゃんとは分かんないけど、なんかなりたい像はやっとできてきたんで、なんかお洋服買う時とかもうアイリとか今日も話してたんですけど、あの話したっていうかね LINE とかもするんですけど、アイリとかね、なんか若菜とかね、リノとかね、いろんなあのメンバーに聞こうと思って、お洋服なんかアイリーに今日頼んで、あのひじりの家に来て、ひじりのクローゼットでひじりをちょっとコーディネートしてみて、なんかアドバイスを欲しいっていうのをアイリーと話して、ひじり本当にもうダサいの洋服が、ダサいっていうかセンスがなくて、そうもう高1になったばっかりだから、そうこれから集めていったらおしゃれになるよみたいなこと言ってくれたから、リノがちょっと頑張ります。高校卒業する頃には結構着こなせてる感じになれるように頑張る。でも本当にねえねえファッションセンス無なのよ、ゼロなのよ。前も言ったんですけど、なんかおしゃれになりたいっていうか、今高1なんですけど高3に見られたいです。なぜか分からんけどちょっと高3くらいに見られたい。ね、スタバの抹茶とホワイトチョコの新作飲んでない。まだ飲みたい。でも5期生ね、何人かに聞いたらみんな結構飲んだって言ってて、行く人がいないですよね。いや飲んでない人もいると思うけど、なんか誰かが抹茶嫌いって言ってたな。いや誰が飲めないって言ってたっけ。リナかな、抹茶飲めないって言ってた。うん、寒いわ。でもこの前暖房つけた初めて。暖房本当に、でも暖房つけたけどやっぱ途中でなんか嫌になっちゃって消したんですけど、暖房維持やっぱ結構苦手かも。まあでも本当に寒かったらたまにつける。ルーム長さんファイトありがとうございます。あーそうそう、昨日ねコナンの映画の公開日が4月16だったかな、延期してたんですけど4月16だったはずに公開って決まって、なんか新しい動画も公開されたんですよ。でもその動画めっちゃかっこよくて、なんか歴代のコナンのタイトルのなんかすごい感じの本当にすごいかっこいい動画が出たんで、皆さん見てください。ちょっとひじりのツイッターのいいね欄からこう行くとあるんで、コナンのやつがもう本当に見てほしい。わかんない、わかんない方が見たらえってなるけど、かっこいいんですよ。なんか銃がこうピャッ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 みたいな、もうかっこいい。早く見たいよ。今日久しぶりにコナン読んだ漫画てか見てないアニメが最近溜まってて、結構早く見なきゃ。呪術廻戦とラブライブとあと見てるやつ以外、んあと1個3つなんか何個か見てるんですけど、今アニメ3つ以外は全部追いついてない。なんか先に進まれちゃった3つくらいは、ね、追いついてるんだけど、今8話か8話くらいまで追いついてるんですけど、あとは全然追いついてない。あ、15分経ってた。ちょっと今日早いんですけどランキング見ます。あの次変わったらすいません。早くて
やすさんバラありがとうございます。あ、そうコートね、コートもキャンセルしました。なんかそう通販かなんかでコート頼んでたんですけど、もうずっと届かないからキャンセルした。だから違うコート探しに行かないといけない。でも寒いから本当に早く欲しくて、コートが。だから今月のもう1週間以内にコート手に入れたいから、早く探しに行く旅に出たい。うん、どんな感じのがいいんだろうな、難しいな。よっこらせ。いてててて。ねえ、なんかさ、ちょっと待って。冬にさ、冬にあったかいこれ。寒いから今着るんだけど。この冬にさ、もうみんな多分一個くらいは持ってる系のこのジャンバーみたいなのあるんですけど、これさ、あの圧縮袋に入れちゃったの。圧縮袋に入れちゃって、去年の冬の終わりに。そしたらほら、こんなシワシワになっちゃったの。でも洗濯しても戻らなくて、なんか新しい、まあこれそんな高くなかったんで、まあ、去年の冬もいっぱい来たし、まあ、新しいの買った方がいいのかなって思ったんだけど、どうやら結構、まあ、画面じゃ伝わらないかもなんだけど、割とシワシワで、もう何しても治らないのこれで。ね、なんか色もちょっとこのなんでこの色にしたんだろうって最近思ってたんですよ。だから買い替えた方がいいかなって思って。でもそう、まあ1年しか、去年の冬しか着てないけど、なんか去年のなんだっけ、去年の冬にしか着てないけど、割と安めだったので買い替えてもいいかなって思ったんだけど、どう思いますかっていう話なんですけど、なんかシワシワなの。なんか茶色とか欲しいな、これの茶色可愛いんだよな、きっと。あー、あったかい。クリーニングか。そう、コートどこのお店がいいのかな、ブランドみたいなの、お洋服屋さん何がいいのかなあ。ランキング買った。え、どうしよう、コートどこのお店買おうかな。そんなアウトレットとか、うん、 あったかい、あったかい。じゃランキング読みます。明日何配信かな。ちょっと待って、明日何配信だろう、何配信だろう。夜できたら朝したいけど、多分夜でしょ。夜って言ってもそんな遅くは明日は無理なので、予定があるから、ズームがあるからね。だから待ってよ、何時からやろうかな。ちょっと待ってよ、何時からっていうか、多分17時からやると思う。17時くらいから。じゃあありがとうございました。ランキング読む。まあコートはね、お母さんと選びに行きます。なんかこうロングコートってさ、もうひじりすごい悩んでるのが、こういう色のなんかブラウンとか黒とか着やすい色がいいのか、それともひじり好きななんかくすんだ黄色とかそういうのがいいのか分かんなくて、でもなんかやっぱ茶色とかの方がさ合わせやすそうだけど、黄色とかのも可愛いな、でも黄色とかの着る服限られるかなとか思ったりして、本当に分かんなくて。でもそんな2個も買う感じじゃない、2個も買わないから1個だから、どうしようと思っても。ランキング読みます。13位、ケイスさんありがとうございます。
12位、ケイスケさんありがとうございます。11位ミニさんありがとうございます。10位アンドハローさんありがとうございます。9位森翔さんありがとうございます。8位、カビチュールさんありがとうございます。7位、ひろたんさんありがとうございます。6位、ハラペンニさんありがとうございます。5位、田中さんありがとうございます。なんか今日一定だね、ひじのトーンが。4位スタイルさんありがとうございます。3位海賊さんありがとうございます。2位カズさんありがとうございます。1位ただの魚さんありがとうございます。やっぱ冬って喉がカスカスになるな。はい、もうお風呂入ったから楽ですね。寒いしかし、あでもこれ着てるから今あったかいけど、暖房つけよう。やっぱ暖房つける。じゃあありがとうございました。バイビー、バイビー、明日さよなら。あインスタ最近上げてない。でも上げるのないんだよね。お出かけもしてないし、スタバの新作飲めたら写真撮ろうかな。じゃあありがとうございました。バイバーイ。おやー。